エゴン・クレインツ、エゴン・クレインツ、1937年3月19日体は旧東ドイツの政治家、国家評議会議長でドイツ社会主義統一党初期長、ポンメルンのコルベルク、現在のポーランド領コーブジェクで生まれる。父は下手屋。第二次世界大戦末期の1944年に、一家は戦火を避け、ダムガルテン、ゲン。 メックレンブルクフアポンメルン州に移住した。1953年に東ドイツの支配政党ドイツ社会主義統一党、SED の青年団組織である自由、ドイツ青年団に加入。1955年にドイツ社会主義統一党に入党。機械校の修行をしていたが辞めて学業に転じ、1957年に国家教員免許を取得して卒業。 卒業と同時に兵役に従事し、1958年には兵士代表として第5回党大会に参加している。兵役終了後、流言地区の FDJ 第一初期、ついで1960年からロストック地区の FDJ 第一初期を歴任。1961年に FDJ 中央委員会初期に就任し、大学など高等教育機関での党活動の 責任者になった。1964年から1967年まで、モスクワにある、ソビエト共産党の党中央委員会学校に留学し、社会学学士号を取得。ついで、FDJ 中央委員会宣伝担当初期に就任し学校における党の宣伝活動に従事、1974年。同時期ピオネール団、エルンスト・テールマンの代表を兼任。 1971年、人民議会議員に選出、議会委員に就任。1973年、SED 党中央委員に選出。1974年には、FDJ 中央委員会第一書記となり、東ドイツ唯一の公的青年団組織を指導する立場になった。1981年には、国家評議会委員に選出され、 さらに1983年には、党中央委員会政治局員に選出。1984年には、国家評議会副議長に選出され、議長であるエイリッヒ・ホーネッカーに次ぐ地位に、章を詰めた。そもそも FDJ はホーネッカーが設立した組織であり、その生え抜きであるクレンツは、ホーネッカーの秘蔵っ子と言えた。1989年、クレンツは、 中央選挙管理委員会委員長として地方選挙の不正の責任者となった。同年6月に中華人民共和国で起きた虐殺事件である天安門事件については秩序を維持するため何か行われたようだと述べたにとどめた。しかし1980年代半ばにソビエト連邦の指導者の地位についたミハイル・ゴルバチョフの指導のもと始まったソビエト連邦の民主化。 ペレストロイカの影響は、他の東ヨーロッパ諸国同様、東ドイツも避けて通れなかった。いち早く改革を進めていたハンガリー、人民共和国が1989年5月2日に、オーストリアとの国境線の鉄条網の撤去に着手し、鉄のカーテンがほころぶと、多く、東ドイツ市民は、夏の休暇を利用して、ハンガリーへと出国した。治安。 青年担当の党初期でもあったクレンツは8月にホーネッカーに出国者数を報告し党の政治局で大量出国問題を討議するよう進言したがホーネッカーはクレンツの進言に耳を貸さずクレンツに長期休暇を命じて10月まで政権中枢から遠ざけたその直後の8月19日ハンガリーでは指導部の改革派と 市民グループの手によって反ヨーロッパピクニックが起き、東ドイツ市民がオーストリア経由で西ドイツへ亡命するようになった。国民の大量脱出と国内の民主化運動が頻発したが、ホーネッカーは強行手段を取って弾圧する方針であった。しかし、10月7日の建国40周年のために、 東ドイツを訪れたゴルバチョフは明らかに改革を行おうとしないホーネッカーに対して不満げな態度をとり、帰国時にはクレンツラ党幹部に対して行動した前とホーネッカーを退陣させるよう示唆した。これを受けたクレンツやギュンター・シャボフスキー、SED 政治局員、ベルリン地区党委員会第一書記ら党幹部はソ連、指導部とも連絡を取りながらホーネッカーの失脚工作を進め、 1989年10月17日の政治局会議でホーネッカーの初期長解任動議を可決させた。翌日付で正式に辞任したホーネッカーの後を継いでクレンツが社会主義統一党初期長に就任した。10月24日には人民議会によって正式に国家元首である国家評議会議長に選出され国防評議会議長も兼任した。 思うところがあったのか、蔡氏を連れて、東ベルリン郊外にある政治局院選の住宅地区から引っ越した。初期長就任後は一党独裁制の枠内での緩やかな民主化を図ろうとしたものの、国民の反発を受けた。そもそもクレンツは、ホーネッカーの子外の部下であったため国民は、愚か党員の審査へ得ておらず、初期長就任直後の20日には、ドレスデンで1万人のデモが発生し、 23日のライプツヒの月曜デモは30万人が参加して、クレンツ体制に不満を表明した。11月4日には、首都東ベルリンで、東ドイツ史上最大の100万人規模の反政府デモが発生し、クレンツ体制は開始直後から窮地に立たされることになった。早急な民主化を訴える国民の要求に応える形で、11月6日には、 東西ドイツを自由に旅行できるようにする旅行自由化法案が発表される。しかし、この法案は政権がついた法案であったためすでに政権に従順ではなくなっていた人民議会で否決され修正を迫られることになる。そこで11月9日に議会の修正を経ずに済む政令である旅行自由化の政令案を作成。 党中央委員会で一部の修正を経て承認された。後、閣僚評議会、内閣の可決を経て、即日交付、施行し、ただし、報道への発表は11月10日の朝を予定していた。この政令は実際は旅行ビザの発給を大幅に緩和する法律であり、越境にはあくまで正規の旅行ビザが必要であったが、9日の夕告に行われた。 記者会見でスポークスマン役のシャボフスキが東ドイツ国民はベルリンの壁を含めてすべての国境通過点から出国が認められる。私の認識によれば発行は直ちに地帯なくということです。この時は閣僚評議会可決される前だったと誤って発表したために多くの東ベルリン市民がベルリンの壁周辺の検問所に多数詰めかけ、 検問所の国境警備隊も発表をそのまま受け検問所を開放したために東ベルリン市民をはじめとする東ドイツ国民は東西ドイツ間を自由に行き来するようになった。これがきっかけになり最初は東西ベルリン市民によって後に東ドイツ政府によって正式にベルリンの壁が撤去されベルリンの壁崩壊が実現することになった。そして 東西ドイツは1990年10月のドイツ再統一へと向かう。国民からの信頼も弱く、性格的に優柔不断であったクレンツには混乱する、東ドイツを掌握する力はなかった。12月3日、SED 政治局と各地区の第一初期との合同会議で、指導部は全員辞せよと突き上げられ、その結果中央委員会、政治局は全員が、 自己批判の声明を採択して辞任し、それに伴いクレンツも書記長を辞任した。6日には人民議会議長、キュンター・マロイダに国家評議会議長の辞職願いを提出し、辞任した。クレンツの辞任願いには、と認めた上で国民の信任がない以上国家元首の職責は果たせないと綴られていた。後任にはドイツ自由民主党のマンフレート・ゲルラフ派が就任し、 ホーネッカーから政権を奪ってから2ヶ月にも満たない、うちに、クレンツ政権は幕を閉じた。1990年1月には、長年務めた人民議会議員を辞職、さらに民主社会党、PDS と改名した社会主義統一党からも除名された。しかし統一後に、東ドイツ時代のベルリンの壁における越境者射殺と、不正選挙の責任を問われ起訴された。 1997年8月、懲役6年半の懲役の判決を受けた。再審が繰り返された、長い裁判の結果最終的に、ドイツ連邦最高裁判所において、クレンツを、はじめ他の2名に対し6年半の懲役が下され、1999年12月から2003年12月に、かけてで服役した。服役中も昼間は、外出が許されており、 ベルリンテーゲル空港でロシア向けの航空機ビジネスをしていた。クレンツは1997年に壁の犠牲者に対し遺憾の意は表明したが、事故の責任については否定を続けている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。